はい、おはようございます。おきんはおばばでございまーす。はい、皆さんおはようございます。え、今日朝の雑談なんですけど、おちょっとね、えー、コメント欄に、あのー、昨日のね、えー、あげた動画のコメント欄にちょっと重要なことが、書かれていたので、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、もう日本、日本ですね、ぬっぽんですね、始まってます。はい。えー、ある方がね、 こういうコメントをされてました、えー。自分の友達、はい。友達が見た、あのー、光景だったそうなんですけど、おスーパーのね、レジですね。はい。レジ係の人。スーパーを、のレジ係の人が、突然、崩壊したそうです。そして、そのまま、星になったそうです。はい。起きてます。そしてですね、 もう一つ案件がありまして、同じ方が書かれているんですけど、えー、なんかお子さんの手を繋いだお母さんが、突然道端で歩いてた時に、崩壊したみたいです。はい。で、えー、まあ、救急車がすぐ来たみたいなんですけど、おそのお母さんね、ちくわのせいだーって言ってたそうです。はい。それで、 えー、まあ、お子さんがね、えその後どうなったかはわかりません。はい、えー。そういう事態が出てきています、事象が。冗談ではありません。日本人はね、えーたいあのー、強いんじゃないかってまだ言ってる人がいますけど、ないです。はい。そのための D、 なんちゃらのね、えー、組のね、替え替えの、ちくわちゃんなんですよ。わかるでしょはい。そういうね、胃のね、胃のね、でんでんのししをね、壊すためのものです。なので、それを体内に入れてしまった方ですね。はい、えー、もちろん、あのー、日本人のね、最強のあの、胃のでんでんしはね、 もう、あれかもしれませんね。はい。パズルのようになってるかもしれないです。そういうことなんですよ。はい。それからですね、もう一個なんですけど、お最近首都圏で、まあ、停電起きてますよね、停電。はい。えー、あれもね、またね、対対法か、なんかで、作戦だって言ってる人がいますけど、違います。はっきり言います。 はい。不穏な動きがあります。裏で。裏で不穏な動きが出てきています。どういう動きかというと、はあ、弦のね、パツです。の、再開です。はい。再運転です。そういうことなんですよ。つまり、ああやってね、えー、手の電電を起こさせてね、ああ、電気がね、電気が足りない足りない。 足りないって思わせることが重要なんです。はい。その先に待っているのは、弦のね、パツパツの、蔡のね、カカカーの堂々です。はい。そういうことです。はい。えー、なので、えー、もうね、ほんとお花畑はやめた方がいいと思います。えー、もしね、そういう情報を誰かからもらっているのであれば、 情報源疑った方がいいです。はい。えー、確実にそういう情報に踊らされてるとやられます。そういうことでございます。そしてね、えー、まあ、いろんな方の予言があるんですけど、その中にね、まあ、各、各白犬さんの予言をね、えー、見てくださった方いますよね、あの、今年のね、えー、その中に、 あの、弦のパツパツとかね、ええー、いわゆる変の伝電所とかね、そういう電磁波とかね、えー、方のね、シャーがね、えー、方のシャーの線がね、出ているところで、事故が起きる可能性が高いですよって言ってましたよね。そういうことなんですよ。つまりは、起こさせたいんです。はい。もしね、イの格 かあの、堂々ってしてね、えー、そこに大きな地震が来たらどうなるでしょうか。はい。電源喪失が起きますよね。そういうことです。そして、えー、津波とかあれば、はい。えー、まあ、なんていうのかな。自家発電の、あの、電源もね、パーになりますから。はい。そういうことなんですよ、皆さん。なのでもうね、いい加減ね、 えー、あれは白組のね、えー、停電は白組の作戦で、えー、大体の法が起きているなんていうバカなお花畑はもうやめた方がいいです。もう本当に身をね、危険にさらすことになります。そういう動きがあるんですよ、実際に。なのでね、えー、もう、これはちょっとね、黙ってられないなと思って。えー、なのでね、まあ、あれです。首都圏にお住まいの方は特に、 あの、ガイガーカウンター、はい、早めに買ってください。購入してください、ガイガーカウンター。一家に一台あれば安心です。はい、何かあった時に測れます。はい、そして、えー、まあ、近くに住んでいらっしゃる方はね、えー、要素の豊富な食材を、なんていうのかな、保存食ね、昆布とかね、そういうものを、ちょっとね、多めに買っといてください。はい。まあ、あの、要素材持っていれば一番ベストです。はい。 要素材にかなうものはありませんのでねえ。この辺のものはアイハーブでね、アイハーブであの、アメリカ製のあのナチュラルなものが売ってますのでえ、それを買っておいてもいいかと思います。はい。私すごい今重要なヒントを出しましたから。はい。そういうことです。もう準備しないと、おちょっとまずいですね。 何、えー、て言ってもね、首都圏の周りには結構ありますから、はい。えー、あれですね、静岡の浜松原発とかね、茨城にも東海原発がありますよね。あそこら辺がね、もし、あの、まあ、海の近くですからね、やられたら、ああまあ、一発ですよね。そういうことでございます。はい、えー、もういい加減にね、えー、お花畑の情報は疑った方がいいです。はい。情報源を疑ってください。 えー、それを信じて、えー、配信してる人もいますけどね。そうじゃないので、はい。裏でそういう動きがあることを知ってください。はい。えー、今日はちょっと、朝からちょっときつい口調で申し訳ございませんでした。あとりあえずね、えー、ガイガーだけは、これだけは一家に一台備えてください。もう、それ、口を酸っぱくしています。ガイガーは必須です。はい。えー、私、沖縄で、 えー、弦のパツパツがないけど、害が持ってます。はい。えー、普段の線量もそれで測って知ってますから。あ、もう普段からこういうことをやらないと、どれが正常でどれが、あ、正常じゃないかっていうのを測れなくなりますからね。そういうことでございます。今そういう動きがあるのをお伝えしました。はい。皆さんよく考えて、えー、過ごしてください。はい。えー、よく考えてね。 えー、そして、えー、常に備えること。これがあ、生存のための第一歩となります、はい。災害に巻き込まれないようにしましょう。はい。そういうことでございます。その災害がね、ナチュラルなものであっても、ナチュラルでないものであってもです。はい。そういうことでございます。 それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでございました。それから始まってますからね。はい。えー、ちくわが、ちくわの例のね、えー、あれが始まってますから、崩壊が。はい。えー、で、これは確実です。はい。えー、隠そうとします。はい。で、なん、なんらかの行動を起こすでしょう。そういうことです。それと、今回のね、ていてで,んでんの騒ぎが、 繋がってきたでしょうかそういうことなんですよ。はい。皆さん、頭は使いましょう。生きているうちに。ということで、えー、今日の配信をおしまいに。いや、今日の配信はおしまいだっちゃないけど、えー、朝の配信をおしまいにします。はい。沖縄おばばでございました。はい。んぎゃっさん。はい。パネシャネシャ向こう向いてますね。はい。えー、んぎさんかわいいね。えかわいいですね。